こんにちは、藤田ひろこです。いちごキッチンでは石神井公園にあるフィリッポで月に1回レッスンをしております。今日はフィリッポでの出張レッスンの様子をお届けしていきたいと思います。ようこそ、いちごキッチンへ。こんにちは。はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。YouTube を見てない人には何のくだりか全くわからないと思いますけど、ちょうど1ヶ月前に YouTube を始めまして、で、今日なんですけれども、あのマロンの食パンということで、あのたくさんの方に、ね、お集まりいただきありがとうございます。で、今日はあのこの深型の食パン型で、ケーキみたいな、ね、食パンをちょっと焼いていこうと思っております。みんな食いつきが、みんな大好き食パンをなんとこの狭いスペースで作っていくという世にも奇妙なことをやっています。はい、で今日いろいろで、久しぶりの方と、まあ、リピーターの方ももちろんと、でフィリッポはね、初リピーターと、あと遠方からね、ちょっと久しぶりに来ていただいた方と、もうなんか多種多様な感じなので、もう最近興奮が続いてちょっと眠れてないという変なアドレナリンを出しながら今日もやらせていただきたいと思います。広瀬さんたち、はい、じゃあ今日はいちごキッチンの藤田とフィリッポの愉快な仲間たちでございます。はい、相方の広瀬さんです。広瀬です、よろしくお願いします。ケイさんです、よろしくお願いします。はい、お願いします。小川さんです、よろしくお願いします。小川さんなんですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと見てください。今日は袋に入っているので、もう袋の中でちょっとシャカシャカとあの空気を入れてもらって、さっきね、こちらのテーブルの方やってたけど、こんな風にあの全体が混ざるような感じで、なんかね、少し空気を入れてあげると分かりやすいので、あまり勢いよくやるとバミって割れちゃうから弱いと思います。そしたら、この中に入っているのが強力粉、薄力粉、黄身と塩、水と粉類が全部入っています。で、そこに今日は豆乳とお水、こうブルーのグラスに入っているのがその仕込み水と呼ばれるものなので、粉類入れて2番目にバターです。2番目にバターで、バター小さいのでもうほぼ同時ぐらいなんだけど、で、バターを切ったのがカットしたら、その後豆乳とお水を投入します。バラとけろ。はい、じゃあ早速ですがやっていきます。で、レッスンの形式なんですけれども、まあ、基本的に昔はね、ちょっと集まってやってたんだけれども、まあ、着席スタイルにはなりますが、場所によってはちょっと見づらいとかあると思うから、まあ、ちょっと皆さんに配慮する範囲で、近く見てきてもらうのには構いません。で、お写真も全然撮っていただいて構いませんので、今日ね、バターです。みんななんかお料理をしてこのサイズがすごい神フィットなんですよ。お子さんサポートですね。この間も一緒じゃなかったんですか。そう、この付きまで顔を見上げて狭い分ね、少しあの窮屈さは感じると思うんだけど、皆さん考えてみて、これだけあれば家でできるっていうこと。そしてオーブンはほら、あのこの間の YouTube のオーブンの回を見て、あの安いオーブン買ったんですよ。小さいやつ。そう、小さい大山くん買ったんですよ。本当ですか。一つにしてもらったら、15分ね、休ませる時間になります。で、今、工程のですね、生地作り、1の計量をして、で、2番目の生地作りに入っている段階になります。自分の生地をちょっと覗いてもらって、あの顔を見たときに、全然今まだゴツゴツしてると思うんですね。つややかにはちょっと程遠いかなみたいな。ただ、粉気はなくて、ちゃんとしっとりしている。全体的に、粉気はない。粉が吹いた状態にはなってないっていうところまで行ってください。粉気なくなるまで混ぜるっていうのが、この1つの見極めになります。はい、パンチっていう意味 で、パンチって何かっていうと、この後やっていくんですけども、生地を伸ばして掴む、伸ばして掴むっていう作業になります。詳しくは概要欄に載せておきますので材料の説明をちょっと軽くしていきます。は
はい、じゃあ左側からね。まず、強力粉です。強力粉は春豊かブレンド。小麦も品種が変わると生地の様子全く変わってくるので、同じものを使ってください。なんかおすすめ、大体容器に対して、まあ、8割、9割ぐらいかな、今日具材も入ってるから9割ぐらいまで満ちたら OK。 だから蓋についてるっていうのが大事です。で、今日仕込んだ後、皆さん帰る時にはまだ蓋にはついてないんです。それが一晩寝かせて、なおかつ副温っていって室温に1時間置いた状態でこの状態になっているので、最終的に皆さんこの生地の状態にしてお持ち帰りで、お家で焼いていただくっていう、そんな流れになっています。はい、あ、もう完璧完璧、それそれそれ、そのその美しい、これ完璧です、完璧です、シワが寄ってるところ全然、可愛い、可愛すぎる、これ可愛すぎる。はい、じゃあですね、とろけるショコラの方のヒロさんにお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。小麦粉も使ってないので日持ちするっていうところもポイントと、冷凍もできる、冷凍して解凍して常温に戻しても美味しいっていう、常温に戻しておいていただく、使ってます、いろんなことに使ってます。いや、これ便利な、このサイズ感が便利、このマスカルポーネ実際もう取ってないんですけど、多少泡立った方がしっとりするんですよ。でも高い位置から、ありがとうございました。約10分後に舐めて表面、ありがとうございます。今日記念日なんですよ、どうでもいいすごい量主人と出会った日、トマトクリームソース、うんうんうん、ちょっと乗せていきますね。すごい沈んで美味しそう、こういう風になってるっていう、ちっちゃい、あ、なんか一匹だけあってもしょうがないし、ちっちゃい、いいじゃないですか、いいです、はい、じゃああとオイルでツヤ出しして焼いていきます、うん、本日の、マロンチョッパーですね、
じゃあ行ってみたいと思います。行きます。よいしょ。こちらもパパーン。すごいベリーグッドな断面です。イエーイ。すいません。こちらの方からご参加お待ちしてます。では皆さん